まさとです、えー、聖書1日1章の時間となりました今日はこの聖書の新約聖書の手元の手紙第1の3章となりますでは早速手元の手紙第1の3章を見ていきます、えー、手元の手紙第1の3章、えー、人がもし監督の職に就きたいと思うならそれは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です ですから、監督はこういうい人でなければななりません。すなわち非難されるところがなく一人の妻の夫であり自分を制し慎み深く品位がありよくもてなし教える能力があり酒飲みでなく暴力を振るわず恩和であ争わず金銭に無欲で自分の家庭をよく治め十分な威厳を持って子供を慕わせている人です。 自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうまた信者になったばかりの人であってはいけません高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですまた教会外の人々にも評判の良い人でなければな,なければいけませんそしりを受け悪魔のわらに陥らないためです羊もまたこういう人でなければ なりません金言で二枚舌を使わず大酒飲みでなく不正な量をむさぼらず清い良心を持って信仰の奥義を保っている人ですまず審査を受けさせなさいそして非,非難される点がなければ羊の職に就かせなさい婦人羊も威厳があり悪行を言わず自分を制し全てに忠実な人でなければなりません。 羊は一人の妻の夫であって子供と家庭をよく治める人でなければなりません。というのは羊の務めを立派に果たした人は良い地方を占めまたキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。私は近いうちあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。 それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とはいける神の教会のことであり、このその教会は真理の柱、また土台です。確かに偉大なのはこの経験の具義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、 見つかりたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。はい、感謝いたします。テモテの手紙第1の3章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのもとに。マサトの、うん、聖書1日一章でした。 このマスターとのこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いいたしますまた聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします次回の聖書1日1書、えー、手元の手紙第1で、えー、お会いいたしましょうマスターとした小原熱パッションブルズシャロムシャロムシャロム